非常に暑い日になっていますね。35度ぐらいだって言ってます。ブルーベリーのね、挿し木の発根状況を見たいということなんですが、3ヶ月ぐらい経ってますね。もう雑草などもいっぱい出てきまして、まあめちゃくちゃになってますもんね。これちょっともうそろそろ片付けないかなという感じですね。まあ、とりあえず今日はこれですね。このトレイを一遍開けてみまして、だいたい3ヶ月経ってると思うんですけど、どうなってるか見てみましょう。昼の3時頃なんですけど、本当に熱中症で倒れるかと思うぐらい暑いですね。ここは日陰なんでまだいいんですけど、これでね、屋外でやってたら本当にまずい状況ですね。まあ、とりあえずこれね、開けてみますね。こうやってですね、雑草を引きましたよね。そしたらこのブルーベリーもまあ一緒に出てきましたね。まあ、こんな感じで一箇所、まあ穴が開きましたんでね、順番に開けていきますけど、これはしかしそのブルーベリーに根が出ているのか雑草に根が出ているのか分かりづらいですね。ですから雑草を放置していきますとこういうことになりますね。結局その根がお互い絡まってしまうというね。とにかく雑草の方が強いですからね。もっとね、早めに、手当てしないといけなかったですけど、とりあえずやっぱね、出てますね。それほどまあたくさんは出てないんで、まあいまいちの出来ではあるんですけど、まあこれぐらいならいいでしょうということで全部ね、出してみます。この葉っぱの色が悪いですね。そこの方はやっぱカルスしかできてませんでした。ちょっと出来としてはこのいまいちですね。これもそうですね、カルス状でさっきのようなヒゲ根は出てないですね。やった。これもやっぱりカルス状のものがついてるだけですね。これはまあ多少の根は出ていますね。でもまあこの程度ではまあこれから先ポットに移せば出てきますんで、まあできるんですけど、まあこうなったまあ理由ですね。やっぱりまずその土がね、やっぱりそのなんて言いますかね、やっぱりそのそれなりに鹿沼土やピートモスの配合でいいものを使った方がいいですね。畑の土と混ぜたりね、水はけの悪いものですとやっぱりこの根の出も悪いですね。まあそうですね、あとトレイですけど、このまあなんですかね、これ魚屋さんでもらっていたものなんですけど、一応そこには穴が開けてあるんでね、そこそこの水はけはあったとは思うんですけど、これは根が出てますね。まあ、こういう手作りのまあ道具ですか、こういうものでね、まあうまくいく場合とそうでない場合ありますけど、これはね、根が出てるんですけど上が枯れちゃったっていうね、まあ、そういうこともあるんですね。ちょっと途中から根腐れを起こしたかもしれませんね。結構この発根の跡があるんですよね。もったいないですね。なんか葉っぱが黄色くなっちゃってますね。やはり、ほとんど根が出てません。よいしょっと。これはね、すみません、わずかな発根ですね。それでもまあ一応なんとか育ってますね。
完全に枯れたケースですね。うん、これも非常にこのわずかなひげ根ですね、まあ、枯れてはいないんですけど、ちょっとまあ発根という意味ではまあ失敗ですね。これなんかは葉っぱがなくなっちゃいましたね。これか。これはですね、豪快な葉はあるんですが根が出てないですね。もちろん近くで見ますと微妙にあるんですけど、まあ、正直ね、まあ、いいですよ、これまたポット植えすぎはここから伸びるんですけど、3ヶ月もあってこれではね、まあ、残念ながらまあね、レベル的には失敗と言えるでしょう。この白いこの脂肪状のものがあのカルスですね。ここから発根しますんですが、まだ早いというかね、もう時間は十分あの何ですかかけてるんで、これはねやっぱりあの条件が悪いんですわ、ね、あの土が悪いか水はけが悪いかですね。そういうことでこういうことが起きてますが、これは雑草と絡まっちゃってましたね。ちょっとひげ根がありますね。ちょっとですね。これはね割とねあの根出てますよ。これね下の方まで来てますからね。あの例えばねこれなんかやたらと根が長くなってますよね。本来このくらいあの出ないといけないですよ。ただまあ葉っぱはそれほど元気出ないっていうね、このバランスの悪さですね。なんでこんなことが起きるのかということなんですが、おそらく私の考えではこのトレーですね、穴がねあのこうやって10センチ間隔ぐらいで多分6つか9つぐらい開けてあるんですよ。でその穴のあった水はけのいいとこだけが根が伸びていると。で逆に水はけの悪いところはまあ、変な話なんですが根を伸ばさなくてもね水分が十分ありますから育ってるんですよね。ですからまあ変な話でねあの植物っていうのは水が枯れるからっていうことで根を伸ばすという性質がありますんで、まあ要はもう水はけの悪いトレーでやったもんでね、あのもう根なんか伸ばさなくていいじゃないということで、まあこの
ブルーベリーのね、ホギーがサボってしまったというね、そういう段階じゃないかと思いますね。ですからね、この挿し木は失敗活性効果と言われたら、まあ失敗です。しかし3ヶ月間育って一応ちょろっとした根っことかカルスがあるわけですから、今度このポット植えですね、こちらの方に変えて、このポットはちゃんと下に穴開いてますから、水が下へ抜けていけばね、根は出るはずです。まあ、そういってね、今までもまあこうやって根が出てきているわけですから、まあ、非常に雑なやり方ではあるんですけど、まあこんな感じですね。ということで、これからですね、今この、抜きましたホギですね。これをすべてポットを受け、入れしていきますね。一般にね、ブルーベリー低耐水に弱いと言われておりますね。全くその通りだと思いますけど、まあ、とりあえずね、挿し木が、まあ、枯れてなくてよかったとは思います。それで、今度はこのね、植えるんですけど、こっちの方の土はね、かなりもみ殻ですね。米を取った時のね、そのもみ殻を配合しますので、これは水はけがいいはずですね。やはりそういう風にしていけば、多分根は伸びるでしょう。やっぱりこうしてね、発根しているものがあるわけですから、まあ鍵は水はけだと思いますけどね。とりあえずこうしてね、ポットの中に入れまして、あとは土をね、入れていきますね。まあこんな感じでね、まあ、苗木を中央にね、寄せておけば、まあいいかなと思いますね。まあ結局ね、こうやって梅雨になりますとね、なんて言いますか、こう、雨も続きますしね、一般にこの、その日本国の畑っていうのは、その土が硬いというか、水はけが、それほど良くない畑が多いですね。土がこうなってからね、粘土質って言いますかね、うちもそうなんですけど、そういうとこはやっぱりあまりブルーベリーに向かないです。で、さっきもみ殻を下に入れたんですけど、やっぱり大雨が降ってもね、下へ水が抜けていくようになってないとね、結構根腐れしてこの時期にね、突然死したりするブルーベリーがまあ結構ありますね。しかもその夏場、急激な暑さですね。まあラビットアイはいいんですけど、ハイブッシュはもう暑さに弱いですから、カンカン照りがね、数日続くだけでもアウトっていう、
こともありますね。ですんで、まあこのなんて言いますかね、農業と土の関係ですね、これはブルーベリーに限らずなんですけど、まあなんて言うんですかね、やっぱりこの水はけですね。かといって完全にその乾燥してしまうとそれもダメなんですよ。だから乾燥に弱く低耐水にも弱いというね、そういう特徴があるんで、まあこの直植えって言いますかね、地面に植えるタイプでやっておられる方はそこのところですね、一回確認されているかもしれませんね。逆に言えばそのポット栽培の方がやりやすいかなっていう気はしますね。まあポットですとね、こうやってね、夏場だけ日陰に入れようかなとかね、ちょっと調子悪くなったからね、日陰に入れてね、水やりをしっかりやろうかなとか、まあ動かせますよね。畑へ出しちゃうとそれがやっぱできませんね。まあそういうこともありまして、まあいきなりね、畑で大量栽培ということが、まあいいか悪いかと言われますと、私としてはやっぱ結構苦労しましたね。まあですから最初のうちはポットでやるのがいいかなとね。かなり根が張ってきてね、このなんていうんですか、まあ根が回った状態ですね、そのくらいのラビットアイなら山へ植えようがね、畑へ植えようがなんとかなると思うんですけど、そこまで行くのが大変という感じがしますね。ということで今日はまあね、2トレイ分ぐらいですかね、植え替えてみたんですけど、まあ3ヶ月待ちましたが、枯れてはいないけど発根状態いまいちということでね、まあいまいちな挿し木の生育というね、状況でしたですね。まあそれでも育ちますよ。ですからまあまあね、アマチュアの私としましてはね、まあこのくらいでいいだろうというね、まあまあ大体でいいやっていう感じでね、やってます。すいません、こんなもんでね。どうも失礼いたします。